やーこのシニアツアーにちょっと専念したいよね。そこでいつもだいたいこの夏過ぎぐらいから俺調子基本的に出るタイプだと、それも勝手に思い込んでんだけど、これは自分はまたねあれしてんだと思うんだけど、出るはずなのよ調子。多分もうそういう感じでちょうどあの頃がまたピークになるような気がするしね。まあそれぐらいの自分にちょっと期待しながら迎えたいと思います。いやいや期待しないでしないで、そっちの期待はちょっと体の硬直ね、緊張を生みますからね、うん、リラックスして見ていただければこっちもリラックスしてプレーできると思います。というかまあ去年のやっぱりプレーオフやったり優勝争いしたりするっていうのは面白い。確かにね、やっぱりやっててうわトーナメント やっててゴルフやってよかったなっていう選手冥利に尽きるわけですから、やっぱりそういう風な争いの中でその一人でいたいっていうのはありますね。あとは運だ、あとは運だから、もうとにかくそのね争い優勝争いの中にとにかく自分がいるっていうことだよね。バックナインで今年もじゃあ運を掴んでくださいどうだろうね、運はちょっと来てくれればいいんだけどね。今は松見です